Happy Folex!薬になれなきゃ毒になれ。でなきゃあんたはただの水だ。そんなことを言う母親だった。そう、私に言わせれば、あの人は悪魔みたいな人だった。悪魔様の噂を知っていますか？高校生くらいの女の子だそうですよ。全てを欲して全てを失う悪魔様は私かもしれないじゃないか。直に会いに来てまで悪魔様に相談するような子は10人いるうちの11人目だ。最初に全てを終え、最後に何も持っていない、それが私、カンバル・スルガの人生だ。この左腕をガムテープで拘束することなく眠れる日が来るのだろうか。